義経神化ですね。進化が、聖騎士キラーですかね。神化はアンチダメージオールの、光属性キラーになっています。さあ準決勝、第2試合スタートしました。両者2属性剣士スタノからスタートしております。さあアリスがいるんですが、アリスはですねここホーミング吸われてしまいますので、このところでは火力出づらいんですね最初の点。さあスタノがありますが、今アーサーハマってしまいましたね今ね。さあ、お互いが今ほぼ互角とというところですが、チャトマ軍団が少し、ね、残しちゃいましたね。チャトマ軍団が優勢一歩リードして、先進んでおります。さあ、ステージに中ボス一つ目になります。アリスはしっかりスサノオと、義経当てて、ウーシファーにも当てたかったんですが、少し、ね、角度ついたんで壁に跳ね返ってしまいました。さあここで、ビジョンファクトリーが、ダメージ量で、ね、もう抜いております。強いですね、しっかり位置取りがね今ルシファーと、アーサースタノーいい位置ですから。さあスタノーはただこうシード行ってしまいましたが、ね、アーサーがもうルシファー削ってさらに自ら殴りに行く。さあ非常にいい火力が出ました。さあここでスタノーはどうだ、スタノーはシードに行きますが、アーサーがねいるんでビジョンファクトリーさあここ抜けます。さあ一歩リードして抜けていきます。8秒ビハインド巻きましたね、うん、さあ一気に巻いていきましたね、まあ、アーサーとスタノーですねやはり。まあ、ルシの位置取りも非常に良かったし、ど真ん中にいましたから、タコも中ボスどっちにも当たりましたね。さあここはどうでしょう、さっさの位置ビームが全部シールドにされちゃってるのか。そうですね。さあ今声が上がりましたが、茶そば軍団の方は16秒差で、ビジョンファクトリーを追います。茶そば軍団楽しんでますね。楽しそうですね。さあビジョンファクトリー、アーサーの手番で、まあ、ルシファーの攻撃はちょっと当たらないですが、しっかりはまっていきます。対してルシファーの手番がありますね。ここゲージ気をつけてやりたいんですが、まあ、下のアーサーこれ行くんじゃないですか、中ボスにしっかりダメージいきますから。さあ入っていきますね。さあ2体当たればこの火力、サノーとアーサーで挟んだよ、はい、弱点入ってなくてもこの、ね、弱点属性じゃなくてもこの火力ですから。さあ下のはこの位置いい位置なのでキープしたいなと思いつつ、さらに寄っていくんでしょうか。さあちょっとその位置どうでしょうか。さあ剣心がこれ自分の役割どうしましたね。いいダメージ茶そば軍団剣心がさあルシにもしっかりとアーサーにも当てる。さあいい判断ですね。今ちょっと自ら殴りに行きたくなっちゃうんですけど、しっかりルシとアーサーに当たりに行きました。すごいいい判断だと思います。さあアーサーもその位置をキープしたいですが、まあ、ちょっと遠ざかりましたね。さあルシファーがこれどうするか。差が34秒。さあここねみんなに当たっていきたいんですかね。ルシはみんなに当たっていくとこ強いですよ。さあしっかり当たった。ただちょっとスサノーが向いちゃいましたが、スサノーはね、剣撃も強い、強いですから、斬撃ね、斬撃も非常に強いですから。さあここで抜けます。ジョーファクトリーが、一歩リードしてボス戦に入っていきます。3分6秒。さあ優勢で入っていきます。さあ頑張れ頑張れ、両チーム頑張れ。だいぶ今削りましたね。さあ剣心はもうボスが光属性ですから、ここはね友情コンボ当てていくっていうところに、終始したいんですが、ビジョンファクトリーアーサーが辛い、うまい具合に今ね、そうですね、アーサーハマっちゃいましたね。アーサーハマっちゃってる。アーサー動けないと出れるのか、まあ倒したんで次で出ますね。ただアーサーこの位置であれば、この位置であればそのボスに友情コンボ届くかもしれないので、位置としては悪くないです。さあ剣心もしっかり当たりましたからね。さあここ当たりますね。さあアーサーしっかり当たりました。今の位置はでかいですね。さあここかなり削ってるんで、さあこっさのでサクッと抜けていきます。ハートもしっかり取って HP も不安なく抜けていって、 SS はまだこの一巡ではサノだけしか溜まってませんね。ラストゲージですよ、ビジョンファクトリー。さあ義経の SS はですね貫通ショットですね、貫通になるという、反射から貫通になるというショットでございます。さあ剣心がしっかりルシファーに当てて、アーサーにも当てる。さあ友情コンボしっかりね発動できてますね、ビジョンファクトリー。さあ剣心はもう個性の打ちました、ね、終始友情コンボ発動するというところに。さあ右はスサノオが打って最終フェーズボスいきます。早いから。さあルシファーまだ止まっておりません。スサノオ止まれ止まれ。ルシファー溜まっておりませんので、このルシファーは全員に当たることを優先。さあスサノオのワンウェイがしっかりボスを捉えました。さああと一息。さあスサノオとねアーサーが今いい位置いますので、さあアーサーに当たればこれかなり、そう SS を打ちます。さあスサノオ自体の SS の威力はないんですが、早いのでしっかり当たりに行けましたと。